ここでは手長指を釣る時の道具の名前の紹介をします。まずは竿、そしてこちらが仕掛けのセット。糸や針、重り、浮きなど全てセッティングされた状態になってますので、あとは竿に結ぶだけで使うことができます。その他に糸や餌を切るためのハサミ、それから針を外すときにはピンセットがあると便利です。餌はミミズやイソメがおすすめになります。生き餌が苦手な方はこのような人工餌もあります。船早釣りで使う竿や手長エビで使う伸ばして使うタイプの竿は、必ず先端の細い部分から一つずつ順番に伸ばしていきます。伸ばしきったところで少しひねって止めるとしっかり止まります。竿を振って一気に伸ばしたりすると後で戻らなくなってしまいます。セットの仕掛けの先端はこのように輪になっていますので、竿先につける方法を今から説明します。これが実際の竿の先、リリアンです。これがそのリリアンの代わりの部分です。これが実際の仕掛けの先端についている輪になります。これがその代わりのロープです。この輪の中に糸の長い部分を入れます。その時にできた輪っか、この輪の中に竿先のリリアンをこんな感じで通します。通したらリリアンと糸を持ってゆっくり引っ張ると接続できます。これで完成です。船早仕掛けや手長エビの仕掛けでは、仕掛けが切れてしまった時などに簡単に針の交換ができるよう、ここに自動針仕留めというものがついています。ここでは分かりやすいように針金とロープを使って説明します。まずは針がついた糸の先端に結び目を一つ作ります。できた結び目を自動針仕留めの輪の中に入れて、長い糸の方を下に引っ張ります。これで接続完成です。自動針仕留めの注意事項です。結び目と糸を両方下に引っ張ってしまうと糸が切れてしまいますので注意しましょう。フナハヤやテナガエビはこのような障害物や物陰のようなところを狙いましょう。